徳姫。徳姫。徳姫。A68 年。1565年あるいは、天正三年。1575年11月11日。慶長二十年二月四日。1615年三月三日。は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての女性。徳川家康の次女。母は、家康の側室。西郷理局。宇どの長忠の娘。 実名は風。別名は、富子、張間御前、両生院。三河国の生まれ、松平信康、結城秀康、徳川秀忠、松平忠義、松平忠輝らは、異母兄弟、亀姫、振姫は、異母姉妹にあたる。天正十年、1582年、本能寺の変により父の同盟者だった。 織田信長が死去して、カイノ国や信濃国が無主状態となると、父と、北条氏直による、後進地方をめぐっての領土争いが始まる。天正寺院後の乱。当時の徳川氏と北条氏を比較すると、国力面や動員兵数においては、北条氏が上回っていたが、黒駒の戦い、信濃豪族の取り込みでは、徳川氏が有利という状況であった。 このまま戦えば手痛い打撃を受けると考えた両者は、旧お太良のカイトなのを、徳川氏が、上野国を、北条氏が治めることを互いに認めて和睦した。この時の和睦条件の一つとして、天正十一年、1583年8月15日、徳姫が宇治直の正室として嫁いだ。徳姫は宇治直との間に事情を生む。天正十八年、 1590年、豊臣秀吉の小田原征伐で、戦国大名としての北条氏は滅亡する。この時、宇治直は岐阜の家康の除名単元で、秀吉から除名されて、高野山に流された。徳姫は後に謝面された宇治直の下に赴くも、翌天正19年、1591年に宇治直が死去したため、父の下へ戻った。なお、 藤直との間の二人の女子は、和人が、文禄二年、1593年に母子島に玉、因陰病床道場と送りなされ、実名は、不明。もう一人の万姫は、慶長七年、1602年11月20日に、没した。慶長八年、1603年3月1日に、百花日の法事の極洋米が、京都の本前寺へと送られている。 摂津川辺郡中筋村、現、兵庫県宝塚市の村民が、年貢の米に困り本泉寺から極洋米を分けて、もらうた、日蓮集に改修し万姫の法名にちなんだ、妙元寺を建てている。文禄三年、1594年12月27日、秀吉の肝入りで、池田照正に再火した。この時、北条氏に伝来していた、主天道寺絵巻。 蚊の元の部室、現在はサントリー美術館所蔵と、五三年合戦家言葉、重要家財、東京国立博物館所蔵を持参している。テルマサとの夫婦仲はよく、いつお事情を設けた。慶長14年、1609年4月2日に、息子の池田忠次、忠を、テルズミを連れて、寸府の家康に会いに行った。総勢五千人余りの大行列だったという。 三人の息子はこの時八歳の徳川頼信と共に農学を演じた。そのまま、徳姫と息子たちは五月五日まで滞在した。この時徳姫は母、西郷理局のために自分が家康と同じ浄土宗に変わることを条件に、出ルズミを日蓮宗にすることを家康に願い出て認められた。慶長十八年一月十五日、六百十三年三月十六日に、 池田テルマサが死去した。5月27日には、テルマサの死去に伴う、相続の処理のためか、寸府に到着している。6月22日には帰国したが、夫のテルマサが死んだ徳姫を慰めるために家康の配慮で、それまで止めていたという。慶長19年、1614年の大阪冬の陣では池田忠次が出陣し、 その家臣の関剣之助から、宣教やただぐの活躍についての手紙を、やり取りしている。慶長20年、1615年、家康と会うため滞在していた二条城で放送に、かかりそのまま死去した。享年41、または51。法名は、吉政院伝、高志誉れ田ともみつけ案内禅に、かひかり院伝、明春実現。 墓所は、千音院の達中、吉正院、京都市東山区。墓は、千音院三福の墓地内にある、東京国立博物館には、発体後の姿を描いた、両性院像が所蔵されている。現那2年、1616 16年、テルマサの長男、池田俊隆は、ママ母の徳姫の後を、追うように死去した。敏隆の維持、池田三政は、岡山藩主となり、 あとに、本田忠時と千姫、秀忠の娘で、徳姫の命にあたるの長女、勝ちを正室に迎えた。前府の北条宇直との間にも次女がいる。京都本禅寺達中の心上院の祖母、西郷里局の墓の左隣の墓が万姫の墓で、ある。また、鳥取市の松栄山名を用に、肖像画がある。以下は、池田照正との愛の子。 a 六八年とする資料と、天正三年とする資料が、両方存在するが、a 六八年説の場合、橋シの照沖を出産した、時の徳姫の年齢が四十七歳になる。天正三年説でも、北条宇治直と結婚した時の年齢は九歳になり、宇治直と死別した十七歳前後までに事情を設けた、ことになる。現時点では少年を検証するような論考がないが、 徳姫の没年に、徳姫が放送を患ったが44歳なので、もってのほか大義であるという旨の記述があり、去年を41とする天章三年説と合致する。義炎が徳姫の年齢を勘違いしていた可能性もあるが、義炎は、テルマサの没後に、徳姫からただつぐの心情のための祈祷を依頼されていて、徳姫とも交流があるため年齢も把握していたと、見る方が自然である。 16歳で亡くなった、忠だの死には、以下のような伝説がある。忠だの母、徳姫が、実死の忠だを、姫路上主にすべく、啓死で、姫路上主であった、と隆の暗殺を企て、岡山上中で、と隆が忠だに対面した際、饅頭に毒を持って、と隆に進めようとした。女中が手のひらに、毒と書いてみせたため、と隆は手をつけなかったが、 これを察知した忠次は、としたかの毒入りまんじゅうを奪い取って食べ、死亡した。こうして、身をもって、長兄で静着のとしたかを守ったという。また、徳姫もこれを恥じて、毒入りのまんじゅうを食べて死亡したとされる。史実として忠次は、慶長20年、1615年2月23日に、岡山城内で放送で死去し、徳姫は、 同年2月4日に二条城で死去しているため、死亡した場所や順番、死亡原因すべてにおいて異動がある。池田家は、年高家と忠次家に分かれ、それぞれの子孫が、岡山藩と鳥取藩の藩主となっていくが、両方の藩の資料で毒殺は否定されている。加えて、年高の嫡男、三政は、忠次の後を継いだ忠尾が死去した際に、親密な関係を伺わせる。 追悼化を残しており、蒸気のような経緯があったとは考えにくい。また、昭和53年、1978年に、ただつく病の移転の際に発掘調査が行われ、その際に毒死疑惑検証のため遺体の調査が行われた。その結果でも毒物は検出されることはなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。